どうもしぱです。今回は OBS での Twitch 配信のやり方について解説します。ちなみにこの動画では OBS のバージョン 30.1.1 Windows 11の PC 使用している PC のスペックが分かっている前提という条件で Twitch 配信のやり方を解説します。時期によっては設定画面が変化していたり一部の仕様が違う可能性があるのであらかじめご了承ください。あと、もしよければ動画についてのコメントをください。参考になったというコメントだけでも反応が見れて嬉しいですし、分かりにくい部分の指摘や質問をしてもらえると今後の動画作成で参考にできます。そして動画を見て説明が分かりやすかったのであれば高評価やチャンネル登録もよろしくお願いします。ちなみにブログの方でも動画と同じ内容を解説しているのでテキストでゆっくり確認したい人は説明欄からブログをチェックしてみてください。配信したい映像を OBS に映せていない場合は実際に映像を映していきましょう。ただ人によってどのような映像を映したいのか違うと思います。実際に考えられる映像としては PC ゲームの映像や PS4 や PS5、Switch、Xbox、スマホといった外部機器の映像、カメラの実写映像、PC のデスクトップ画面やブラウザの画面、撮影もしくは作成した動画、このような映像を OBS に映して配信したい人が多いはずです。ただどの映像を映すかによって設定方法が異なっており、動画内で解説するとものすごく長くなってしまうので別の動画で設定方法を確認してもらえたらと思います。説明欄に関連する動画を記載しておくのでチェックしてみてください。ちなみに PS4 や PS5、Switch、Xbox、スマホといった外部機器の映像を OBS に映したい場合、キャプチャーボードという機材を使用する必要があります。ただ使用するキャプチャーボードごとに OBS での設定方法が違うので注意が必要です。自分は25台以上のキャプチャーボードを使用した経験があり、それぞれのキャプチャーボードで OBS に映像を映す方法を解説した動画を投稿しています。キャプチャーボードの情報をまとめた再生リストのリンクを説明欄に記載しておくので、実際に自分が購入した機材に合わせて動画をチェックし映像を映してもらえたらと思います。もしも解説動画がなかった場合は他の人の動画やブログ記事を確認したり自力で設定してください。 OBS に映像を映せたら配信設定を行っていきましょう。まずは画面右下にある設定をクリックしてください。するとこのような設定画面が表示されますが、画面左にある配信や出力、音声、映像、詳細設定という5つの項目内にある設定を調整して配信設定を行います。あとこの5つの設定とは別に配信枠の設定も行う必要があるので、それぞれ順番にチェックして設定を行ってください。まずは配信の設定から行っていきます。画面左にある配信の項目をクリックし、サービスの項目に Twitch が選択されていることを確認してください。次に OBS と Twitch を連携させるためにアカウント接続を行うか、ストリームキーを使用して連携させる必要があります。個人的にはアカウントを接続する方法が設定が簡単でおすすめなので、アカウント接続括弧推奨をクリックして解説していきます。次に Twitch にログインできる画面が表示されるので、ユーザー名とパスワードを入力してログインをクリックしてください。実際に Twitch アカウントにログインできると OBS との連携ができてこのような画面が表示されます。サーバーの項目や Twitch チャットのアドオンという項目が新しく表示されますが、基本的にこれらの設定は初期設定のままで問題ありません。ここまで設定できたら適用をクリックしましょう。すると Twitch の配信情報を設定できる項目やチャット欄が表示されます。配信情報という項目では配信枠を設定できるので、 OBS 側の設定が全て終わった後に解説します。次に出力の設定を行っていきます。画面左にある出力の項目をクリックし、出力モードを基本から詳細に変更してください。次に配信タブ内の設定を行いますが、音声トラックは1にチェックを入れてください。次に Twitch VOD トラックの項目ですが、この設定は生配信での音声と生配信後に残されるアーカイブ上の音声を分けられる設定となっています。例えばライブ配信上では自分で設定した BGM が聞こえるけど、アーカイブ上では BGM が聞こえない状態で動画を残せるといった感じですね。ただ初めての配信でこの設定を行うのは難易度が高いですし、必須な設定というわけでもないので、今回はチェックを入れずに解説していきます。次に音声タブをクリックし、トラック1の音声ビットレートを128に変更してください。次に配信タブをクリックして元の画面に戻りますが、音声エンコーダに関しては初期設定のままで OK です。次に映像エンコーダの設定を行いますが、 NVIDIA NVENCE H264 か X264 のどちらかに設定します。
ちなみに自分は NVIDIA の GPU が搭載された PC を使用しているので NVIDIA Endurance H264 という映像エンコーダが表示されています。AMD の Radeon や Intel の Arc といった GPU が搭載されている PC を使用している場合、別の映像エンコーダが表示されている可能性があるので注意してください。その場合の設定方法は自分はよくわからないので、自力で設定方法を調べてもらうか X264 を選択して設定してもらえたらと思います。それではどちらを選ぶべきか解説していきますが、使用しているパソコンの GPU のスペックによって変わってきます。NVIDIA RTX 2000番台、3000番台、4000番台の GPU が搭載された PC を使用しているなら X264 よりも画質を高くでき、 PC にかかる負荷を減らせるので NVIDIA Endurance H264 に設定してください。もしも NVIDIA GTX 1000番台の GPU が搭載された PC を使用しているなら NVIDIA Endurance H264 に設定すると PC にかかる負荷を減らせますが、 X264 と比べた時に画質が落ちてしまいます。これに関しては好みになりますが、 PC にかかる負荷を減らしたいなら NVIDIA Endurance H264、 画質を優先したいなら X264 に設定してください。 NVIDIA Endurance H264 が表示すらされていない場合は、使用しているパソコンの GPU のスペックが足りていないので X264 で設定しましょう。次に出力をリスケールするについてですが、無効のままで OK です。次にエンコーダ設定を行いますが、この部分は映像エンコーダの項目で NVIDIA Endurance H264 を選択したのか X264 を選択したのかで設定項目が違います。まずは NVIDIA Endurance H264 を選択した場合のエンコーダ設定ですが、レート制御は CBR に設定してください。次にビットレートの設定を行いますが、配信設定で難しいポイントになるので注意してください。まず配信のビットレートを決める条件としては、自分のネット回線の上り速度を超えないこと、配信サイトの推奨ビットレートを超えないこと、実測の上り速度より約 25% ほど下げて設定すること、この3つの条件を満たしている必要があります。光回線などの高速なネット回線を使用しているなら心配いりませんが、ケーブルテレビのような低速なネット回線を使用している場合は特に注意が必要なので、それぞれの条件を確認してください。まず配信ビットレートを決める条件の1つ目、自分のネット回線の上り速度を超えないことですが、契約しているネット回線の上り速度以上にビットレートを設定すると配信の映像が止まってしまう原因になります。なので実際にネット回線速度を計測し、どれくらいの上り速度があるのか確認してください。計測ツールに特にこだわりのない人はピカマロというサイトにある計測ツールが操作が簡単で見やすいのでおすすめです。説明欄にページのリンクを記載しておくのでチェックしてみてください。自分の場合はアップロード速度は 98.5Mbps となっていたので、大前提としてこれよりもビットレートの数値は大きくしないように設定していきます。次に配信ビットレートを決める条件の2つ目、配信サイトの推奨ビットレートを超えないことですが、 Twitch ヘルプの配信ガイドラインのページを確認すると、解像度ごとの推奨ビットレートが記載されています。説明欄にこのページのリンクを記載しておくのでチェックしてみてください。推奨ビットレートを超えてしまうと、配信を視聴するときに読み込むデータ量が多くなり配信が止まる原因になるので、必ず決められた範囲内で設定しましょう。どのようなコンテンツを配信するかで推奨される解像度が変わってきますが、 1080p60fps もしくは 900p60fps で配信する場合のビットレートは 6000kbps となっています。上り速度がこれ以上に速かったとしてもビットレート上限より超えないようにしてください。最後に配信ビットレートを決める条件の3つ目、実測の上り速度より約 25% ほど下げて設定することですが、状況によっては配信中のビットレートが設定した数値よりも突発的に上昇する場合があります。実際に計測した上り速度によっては突発的に上昇したビットレートの方が上回ってしまう可能性があるので、そのようなイレギュラーな状況に備えるためにも実測の上り速度より約 25% ほど下げて余裕を持たせましょう。例を出しますが、先ほど自分が計測した上り速度は 98.5Mbps、 A 君の上り速度は 7Mbps だったとします。約 25% ほど下げた値としては 0.75 をかければ分かりますが、自分の場合は 98.5Mbps×0.75 で 73.88Mbps、 kbps に変換すると 73,880kbps になります。A 君の場合は 7Mbps×0.75 で 5.25Mbps、 kbps に変換すると 5250kbps になります。
1080p60fps もしくは 900p60fps で配信する場合の推奨ビットレートは 6000kbps でしたが、自分は問題なく推奨ビットレートで設定できるけど、 A 君は 5250kbps から設定しないといけない感じですね。実際に設定可能なビットレートが分かったら、 OBS 側のビットレートの項目に数値を入力してください。次にキーフレーム間隔ですが、2秒に設定してください。次にプリセットの項目ですが、 P5 スロー（高品質のままで OK です）。配信設定後にテスト配信を行いますが、その結果によってはこの設定を変更する場合があるので覚えておきましょう。次にチューニングですが、高品質のままで OK です。次にマルチパスモードですが、1パスに変更してください。次にそれ以降の設定に関しては初期設定のままで OK です。ここまで設定できたら適用をクリックしましょう。次に X264 を選択した場合のエンコーダ設定を解説します。まずはレート制御ですが、 CBR を選択してください。次にビットレートの設定を行いますが、配信設定でここが難しいポイントになるので注意してください。まず配信のビットレートを決める条件としては、自分のネット回線の上り速度を超えないこと、配信サイトの推奨ビットレートを超えないこと、実測の上り速度より約 25% ほど下げて設定すること、この3つの条件を満たしている必要があります。光回線などの高速なネット回線を使用しているなら心配いりませんが、ケーブルテレビのような低速なネット回線を使用している場合は特に注意が必要なので、それぞれの条件を確認してください。まず配信ビットレートを決める条件の1つ目、自分のネット回線の上り速度を超えないことですが、契約しているネット回線の上り速度以上にビットレートを設定すると配信の映像が止まってしまう原因になります。なので実際にネット回線速度を計測し、どれくらいの上り速度があるのか確認してください。計測ツールに特にこだわりのない人は、ピカマロというサイトにある計測ツールが操作が簡単で見やすいのでおすすめです。説明欄にページのリンクを記載しておくのでチェックしてみてください。自分の場合はアップロード速度は 98.5Mbps となっていたので、大前提としてこれよりもビットレートの数値は大きくしないように設定していきます。次に配信ビットレートを決める条件の2つ目、配信サイトの推奨ビットレートを超えないことですが、 Twitch ヘルプの配信ガイドラインのページを確認すると、解像度ごとの推奨ビットレートが記載されています。説明欄にこのページのリンクを記載しておくのでチェックしてみてください。推奨ビットレートを超えてしまうと、配信を視聴するときに読み込むデータ量が多くなり配信が止まる原因になるので、必ず決められた範囲内で設定しましょう。どのようなコンテンツを配信するかで推奨される解像度が変わってきますが、 1080p60fps もしくは 900p60fps で配信する場合のビットレートは 6000kbps となっています。上り速度がこれ以上に速かったとしてもビットレート上限より超えないようにしてください。最後に配信ビットレートを決める条件の3つ目、実測の上り速度より約 25% ほど下げて設定することですが、状況によっては配信中のビットレートが設定した数値よりも突発的に上昇する場合があります。実際に計測した上り速度によっては突発的に上昇したビットレートの方が上回ってしまう可能性があるので、そのようなイレギュラーな状況に備えるためにも実測の上り速度より約 25% ほど下げて余裕を持たせましょう。例を出しますが、先ほど自分が計測した上り速度は 98.5Mbps、 A 君の上り速度は 7Mbps だったとします。約 25% ほど下げた値としては 0.75 をかければ分かりますが、自分の場合は 98.5Mbps×0.75 で 73.88Mbps、 kbps に変換すると 73,880kbps になります。A 君の場合は 7Mbps×0.75 で 5.25Mbps、 kbps に変換すると 5250kbps になります。 1080p60fps もしくは 900p60fps で配信する場合の推奨ビットレートは 6000kbps でしたが、自分は問題なく推奨ビットレートで設定できるけど、 A 君は 5250kbps から設定しないといけない感じですね。実際に設定可能なビットレートが分かったら、 OBS 側のビットレートの項目に数値を入力してください。次にカスタムバッファサイズを使用のチェックは外したままで OK です。次にキーフレーム間隔ですが、2秒に設定してください。次に CPU 使用のプリセットですが、ここはひとまずミディアムに変更してください。配信設定後にテスト配信を行いますが、その結果によってはこの設定を変更する場合があるので覚えておきましょう。次にプロファイルですが、ハイに設定してください。次にチューンと X264 オプションですが、初期設定のままで OK です。
ここまで設定できたら適用をクリックしましょう。次に音声の設定を行っていきます。画面左にある音声の項目をクリックし、サンプルレートを 44.1kHz に変更してください。すると画面下に、これらの設定を有効にするためにはプログラムの再起動が必要ですという注意文が表示されます。なのでここはひとまず OK をクリックして設定画面を閉じてください。すると今すぐ再起動しますかと表示されるので、はいを選択して OBS を再起動しましょう。 OBS を再起動できたら他に設定する項目があるので、同じように設定をクリックして設定画面を表示させてください。次に映像の設定を行います。設定画面の左側にある映像の項目をクリックし、出力スケーリング解像度の設定を行いますが、この設定はライブ配信する時の解像度となります。ビットレートの設定を行うときに Twitch Help の配信ガイドラインのページを確認しましたが、その情報を参考にすると、動きの少ないコンテンツを配信したい場合は 1080p60fps、 FPS ゲームのような動きの激しいコンテンツを配信したい場合は 900p60fps が推奨されています。なので出力スケーリング解像度の項目には 1080p ならば 1920×1080、900p ならば 1600×900 という解像度を選択したり手動で入力してください。次に縮小フィルターですが、基本キャンバス解像度と出力スケーリング解像度が同じ場合は設定が不要です。基本キャンバス解像度と出力スケーリング解像度が違う場合は縮小フィルターの設定が必要になりますが、その場合はランチョス1000映画スケーリング36サンプルを選択してください。次に FPS の設定ですが、 FPS 共通値に設定して60に設定してください。ここまで設定できたら適用をクリックしましょう。次に詳細設定を行います。画面左にある詳細設定をクリックしたら、プロセスの優先度を高に設定してください。この設定を行うと配信時の処理の優先度を高められるので、映像や音声に異常が出にくくなります。次に色範囲をフルに変更してください。初期設定ではリミテッドになっていますが、フルと比べると表示できる色の幅が少ないので、少しでも画質を向上させるためにフルに変更しましょう。ここまで設定できたら OK をクリックしてください。 OBS 側の設定は終わったので、次は Twitch の配信枠の設定を行っていきます。ただその前に、配信情報やチャットという画面が飛び出して邪魔なので、各画面の白い部分をドラッグして OBS の画面内にドロップしてください。OBS の画面内に収められたらサイズ調整も行えるので、好きなように調整しましょう。それでは配信枠の設定を行っていきますが、配信情報の画面内に配信タイトルを入力できる項目があるので、好きなようにタイトルを入力してください。今回はテスト配信を行うので、テストと入力します。テスト配信後に本格的に活動していくのであれば、しっかりとタイトルを入力してください。次にライブ開始通知の項目ですが、 Twitch のチャンネルをフォローしている人向けに、ライブが始まった瞬間に通知されるメッセージを入力できます。こちらも好きなように入力してみてください。次にカテゴリーの項目ですが、初期設定ではよくわからないカテゴリーが選択されていますし、すでに配信した経験があるのであれば、以前設定したカテゴリーが表示されていると思うので、×ボタンをクリックして消去し、実際に配信したいコンテンツ名で検索してください。関連するカテゴリーが出てきたらクリックして選択しましょう。次にタグの項目ですが、実際に入力すると配信内容が分かりやすくなりますし、視聴者が自分の配信を見つけやすくなるので、しっかりと入力するのをお勧めします。次に配信言語の項目ですが、日本語のままで OK です。次にコンテンツの分類についてですが、配信に成人向けのテーマが含まれているかどうかを視聴者に示す必要があり、その項目を確認できるようになっています。配信内容に該当する項目がある場合はチェックを入れてください。次に再配信の項目ですが、説明にあるように配信内容が録画である場合はチェックを入れてください。次にブランドコンテンツの項目ですが、例えば企業の方から報酬をいただいて配信を行うときにチェックを入れる項目となっています。詳細な情報はヘルプセンターの記事というリンクから確認してほしいのですが、ステルスマーケティング防止のために設定することが多いですね。ほとんどの場合チェックなしで問題ありませんが、何らかの報酬を受け取って配信する場合はチェックを入れてください。ここまで設定できたら完了をクリックしましょう。ひとまず配信設定はこれで以上になります。ちなみに実際に配信を行うときはマイクを使用して自分の声を入れたい人もいると思います。
ただここでマイク設定方法を解説するとものすごく長くなってしまうので、やり方がわからない人は説明欄の動画リンクから詳細なマイク設定方法をチェックしてみてください。あと先ほどは OBS の画面上で配信枠の設定を行いましたが、念のためにブラウザ上で Twitch の配信枠の設定を行う方法も解説しておきます。ブラウザで Twitch の画面を開いたら、画面右上にあるアイコン画像をクリックしてクリエイターダッシュボードをクリックしてください。次に画面左にある配信マネージャーをクリックしてください。するとこのような画面が表示されますが、ペンマークの配信情報の編集をクリックすると、先ほど行った配信枠の設定を編集可能です。人によってはこちらの方が設定しやすい場合もあるので、状況に応じて使い分けてください。配信設定が終わったら実際にテスト配信を行って映像や音声を確認していきましょう。まずは OBS の画面右下にある配信開始をクリックしてください。しばらく待つと配信が始まるので、実際に映像を動かしてみましょう。基本的に映像が何も動かないと PC にかかる負荷が低くなり、映像が動くと負荷が高くなる傾向があります。配信時の負荷が PC で処理できる範囲を超えてしまうと、配信の映像がカクついたり音声がおかしくなるので、しっかりと映像を動かし負荷を高めた状態でテスト配信を行ってください。ちなみにテスト配信の映像を確認するときは PC で確認するのではなく、スマホやタブレットから確認するのがおすすめです。低スペック PC を使用していると PC で配信を確認するだけでも余計な負荷がかかりますし、 OBS での設定状況によっては配信の音声を拾ってしまいループしてしまいます。余計な混乱を避けるためにもスマホやタブレットから配信を確認してください。あとマイクを使用している人もいると思いますが、マイクをオンにした状態で配信を確認するとスマホやタブレットから聞こえる配信の音をマイクが拾ってしまいループしてしまいます。配信の音声を確認するときはマイクをミュートにして確認してください。マイク音声を確認したい場合はマイクに向かって喋ったらミュートにし、数秒の遅延の後に聞こえるマイク音声を確認しましょう。テスト配信の様子を確認できたら配信終了をクリックしてテスト配信を終わらせてください。映像や音声に問題がなかったら配信設定はこれで OK なので、本格的に配信活動を行っていきましょう。テスト配信を確認すると映像がカクついたり途中で止まったり音声に異常が出てしまう不具合が発生する可能性があります。原因としてはネット回線に何らかの異常があるか、配信時の負荷が高すぎて PC 側でうまく処理できていない場合が多いです。対処法としては上り速度を再確認する、 PC ゲームのグラフィック関連の設定を下げる、スイッチの遅延モードを変更する、プリセットを変更する、ビットレートを下げながら出力スケーリング解像度を下げるという5つの方法があるので、それぞれ解説していきます。ちなみに対処法を実践する前に OBS 側の配信終了ボタンをクリックしてください。配信終了状態になっていないと正確な計測結果が得られなかったり、設定がうまく反映されないので注意しましょう。対処法の1つ目、上り速度を再確認するということですが、何らかの影響で上り速度が急に低下した可能性があるので、念のためにもう一度上り速度を再確認していきましょう。計測ツールに特にこだわりのない人はピカマロというサイトにある計測ツールがおすすめなので、説明欄に記載しているリンクからページを開いて計測してみましょう。実際に計測すると最初に計測した時とは多少数値が異なりますが、正常ならばそこまで大きな変化はないはずです。この場合は配信時の負荷が高すぎて PC 側でうまく処理できず異常が出ている可能性が高いので、この先で解説している対処法を確認してください。最初に計測した時と比べて大きく上り速度が低下していた場合はモデムやルーターの一時的な不具合の可能性があります。モデムやルーターの電源を切り再起動させてもう一度計測してみましょう。上り速度が改善したならもう一度テスト配信を行い、映像や音声に異常がないか確認してください。ちなみに時間を空けて再確認した時、上り速度が低下する症状を何回も確認した場合はモデムやルーター自体に異常があるか、建物内の設備に異常がある可能性があります。これに関してはネット回線業者に相談して調査してもらわないと原因がわからないので、契約しているネット回線業者のお問い合わせから相談してもらえたらと思います。次に対処法の2つ目ですが、 PC ゲームをプレイしている人限定の対処法になります。PC ゲーム内の設定を確認するとグラフィック関連の設定があると思いますが、それらの設定内容を確認し設定を下げられる項目があるのであれば設定を下げて負荷を減らしましょう。もしもどの設定を下げればいいのかわからない場合はゲーム名軽くする設定と検索して調べてください。実際に設定を下げられたらもう一度テスト配信を行って確認してみましょう。
これでも映像や音声に異常が出る場合は次の対処法を試してみてください。次に対処法の3つ目、Twitch の遅延モードを変更するということですが、この対処法は配信を確認している途中で読み込みが入り、配信が止まってしまう場合の対処法になります。映像がカクついたり、音声がおかしい場合の対処法ではないので注意してください。それでは解説しますが、ブラウザで Twitch の画面を開いたら、画面右上にあるアイコン画像をクリックし、クリエイターダッシュボードをクリックしてください。次に画面左にある設定の項目をクリックし、配信をクリックすると遅延モードの設定ができるようになっています。初期設定では低遅延に設定されていますが、配信の途中で読み込みが入って配信が止まる場合は通常の遅延に変更してください。設定できたらテスト配信をもう一度行って確認してみましょう。まだ映像がカクついたり音声がおかしい場合はプリセットの項目を変更していきましょう。実際のやり方ですが、 OBS の画面右下にある設定をクリックしてください。次に画面左の出力の項目から配信タブをクリックしますが、 NVIDIA NVENCE H264 を選択していた場合はプリセットの項目を P4 ミディアム中品質に変更してください。設定を下げると多少画質が悪くなりますが、配信時の負荷を減らすことができます。OK をクリックして設定を確定させたら、もう一度テスト配信を行って映像や音声に異常がないか確認してみましょう。これでも映像や音声に異常が出るのであれば、 P3、P2、P1 と下げていき、その度にテスト配信を行って映像や音声に異常がないか確認してください。映像エンコーダで X264 を選択していた場合は CPU 仕様のプリセットをミディアムからファストに変更してください。設定を下げると多少画質が悪くなりますが、配信時の負荷を減らすことができます。 OK をクリックして設定を確定させたら、もう一度テスト配信を行って映像や音声に異常がないか確認してみましょう。これでも映像や音声に異常が出るのであれば、ファスター、ベリーファーストと下げていき、その度にテスト配信を行って映像や音声に異常がないか確認してください。この設定を行っても映像や音声に異常が出る場合は、この次の対処法を試してみましょう。最後の対処法としては、ビットレートを下げながら出力スケーリング解像度を段階的に下げていきましょう。ちなみにこれから解説する目安のビットレートや解像度に関しては、説明欄に記載している Twitch ヘルプの情報を参考にしているので、この設定を行う前にページを開いて確認してください。実際のやり方を解説しますが、ビットレートを 500kbps や 1000kbps ずつ徐々に下げていき、その度にテスト配信を行って映像や音声の確認を行ってください。もしも 4500kbps まで下げても映像や音声に異常が出る場合は、 1080p60fps や 900p60fps で配信するのは諦めて 720p60fps で配信していきましょう。設定画面の左にある映像の項目をクリックして、出力スケーリング解像度を 1280×720 に変更してください。次に縮小フィルターを設定し直す必要があるので、ランジョス1000映画スケーリング36サンプルを選択してください。変更できたらテスト配信を行って映像や音声の確認を行いましょう。これでも異常が出るなら、同じようにビットレートを 500kbps や 1000kbps ずつ徐々に下げて確認してください。もしも 3000kbps まで下げても映像や音声に異常が出る場合は、 720p60fps で配信するのは諦めて 720p30fps で配信していきましょう。設定画面の左にある映像の項目をクリックし、 FPS 共通値を30に変更してください。変更できたらテスト配信を行って映像や音声の確認を行いましょう。これでも異常が出るなら、ビットレートや解像度をさらに下げることになりますが、これ以上下げると画質がかなり悪くなるので、あまりお勧めできません。画質も求めるのであれば、これ以上の対処法はないので、配信の負荷に耐えられる高性能な PC に買い替えるのをお勧めします。一応ゲーム実況の配信や録画に必要な3つの PC スペック情報を解説した動画や、ゲーム実況用パソコンの選び方を解説した動画を投稿しています。説明欄に動画リンクを記載しておくので、それらの動画を確認して高性能な PC を準備してもらえたらと思います。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで OBS の各種設定方法や、録画や配信に使用する機材の情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそ分かる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくので、すぐにチェックすることが可能です。ブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、説明欄におすすめ動画や動画内容に関連する各リンクを記載しているので、気になる人はこちらもチェックしてみてください。
最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。